ゲンベルギーの絵のオーシュコンデシュルレスコーで陸軍総長の娘として生まれた。1736年、コメディイタリエンヌにテピエルド・マリボーの奴隷の島の早くで初舞台を踏んだ。地方で数年を過ごした後、パリに戻る。フレティオン・コトルーエンのコメディの女優、クロネルジョーの物語、自らシルスト・ダイス中小パンフレットが書き立てたり、自筆の ヒッポリとクレロン回想録に記されたほどではなかったに、せよ、彼女の生活は、すさんでおり、コメディフランセーズでのデビューの機会を得るのに、苦労することとなった。しかし、ついに、ラシーヌの悲劇、フェードルの主役の座をつかみ、大きな成功を収めた。その後22年間にわたり、コメディフランセーズで公的主、マリー・フランソワー,ーズ・デュメスニルと人気を二分しつつ、古典悲劇の役を務め、 ボルテール、ジャン・フランソワ・マルモンテル、ベルナール・フランソワ・ソーランやピエール・ド・ブロワなどの新作にも出演した。1766年に引退し、後進の指導に当たる。その中には、ロクール・ジョーもいた。イギリスの詩人オリバー・ゴールド・スミスは、クレロン・ジョーについて、私が舞台を見た中で最も完璧な女性と評し、また同じくイギリスの俳優デビッド・ギャリックは、 遠い側名の即興的演技の弱さを指摘しつつも芸術と神から恵まれたあらゆる天文があると評した。ありがとうございます。